ルブシュ県はポーランド西部の県である。県都はゴジュフビエルコポールスキ、県議会所在地はジェロナグラ。ドイツブランデンブルク州との国境線沿いにあり、国内ではドルヌイシロンスク県、ビエルコポルスカ県、西ポモージェ県と接している。ルブシュ地方の 80% 以上の土地は、第二次世界大戦が終了した1945年にポーランドに復帰し、旧ポズナン県に編入された。1950年に行われた。1975年から1998年までは、旧ゴジュフ県と旧ジェロナグラ県に分かれていた。1998年、クレシェ教授の案に従って、ゴジュフ県とジェロナグラ県は西ポモージェ県、ドルヌイシロンスク県、ビエルコポルスカ県に振り分けられたが、地域住民の猛反発を招いた。最終的に政府の計画はうまくいかず、ルブシュ県の発足が決定した。ルブシュの名はこの地域の歴史的な呼称で、オドラ川の両側に広がる、ルブシュ地方は、中世にはこの一帯の政治、文化の中心地だった。その中心であるルブシュの町は、オーデル川の西岸、現在のドイツ側に位置している。ドイツ国境の町、ヌイサウジツカ川の対岸には、ドイツの町バードムスカウがあり、橋で結ばれている。ウェンクニツァとバードムスカウにまたがるイギリス式庭園のムジャクフ公園は、ユネスコの世界遺産に登録されている。ジェロナグラ、編集長い間ポーランド王家の分家であるシロンスク、ピャスト家のグーグフ公国領であり、16世紀初頭にボヘミア王国領、ついでオーストリア領、その後プロイセン王国領、ドイツ領を経て、第二次世界大戦後より、ポーランド領となった。ワイン生産は、ポーランド国内で2カ所でしか行われていないが、ジェロナグラはその一つである。13世紀半ばから白ワインの生産が行われ、現在はこの地方のワイン畑は4000、ジェロナグラ市のみでは2500。社会主義時代は、ワイン生産が廃れかけていたが、1989年にポーランドが社会主義を放棄するとワイン産業は見事に復興した。ここで最も有名なワインの銘柄はモンテベルデというが、これはイタリア語で、その意味は緑の山、これはポーランド語ではジェロナグラとなる。毎年9月にはワインの収穫祭りが催され、ポーランド国内や近隣のドイツから観光客がやってくる。2009年のワイン祭りは9月5日から13日にかけて開催される。ここは大学街でもあり、学生が多い。非公式サイトあり。ありがとうございます。